最近の若者に一言さなるほどね、深いでしょ、深い いい話かどうか分かんないけどそうだ、ね、あのね、なるほどね、最近の若者、まあ、いろんな光景があるじゃん、これはいいことも悪いことも、ね、どっちでもいいよ、そうね、あんたたちすごいよっていうなるほどね、あのあ僕一言まず言っていい、あちょうだい、あのね、女の子、うん、女の子だ、まあ、女子高生とか、うん、まあギャルでもいいわ、うん、あのさ、なんつうの、頭の回転が早いよね、あ、確かに、いろんなさ、あの言葉とか生み出してくんじゃん、もう、まあ、漫字もそうだしなんかいろんなさ、日本語じゃなさそうなこう作っているワードとかもさ、流行りの、なんつうの、流行ワードみたいな、流行語みたいな、取り上げられる、マジでっていうのなんて言うと思う、まって言うんだよ、そうだよ、超短縮だよね、わかる、あとはね、あとカラコンとかあるじゃない、うん、カラコンをね、目にもなんつうの、ぶちはめる速度がもうめちゃくちゃ速いすげえなって思うよね、ぶちはめるっていうかね、いやもう本当にもう秒数だよ、秒ではめるもんね、みんな、いや秒は分かるけど秒数はちょっと秒数だよって、あんたたちはすごいよって、いやすごいね、確かにそういうのあるかも、流行を作ってるもんだもんね、そうそうそう、若者たちがね、あとね、でもね、最近の若い子たちは、うん、芯が強い、あ強い、思うわ、なんか昔のなんだろう、それこそ俺たちの世代というか、うん、俺に近い、俺よりちょっと下ぐらいの子たちって、うんうん、割とイエスマンに近かったんです、うん、だからそれこそ体育会系に近かったのかな、先輩年功序列説があったけど、うんうん、今はもう時代が違うね、すごいよね、なんかみんな自分の意見をちゃんとしっかり言うし、主張するしね、うん、なおかつあの折れないっていう、その、うん、お互いのいい塩梅をちゃんと作って、うん、お互いが納得する、うん、俺たちはなんかその先輩が言ったら先輩のことは絶対みたいな王様ゲームみたいなとこあったけど、うんうんうん、なんかそうじゃないっていうところが逆になんかこれからの時代を作っていくんだろうなみたいなとこがあって、あげあげだね、マジマンジって感じ、マジマンジ今の SNS 世代学生やりたい、やりたい、あ SNS 世代の学生やりたい、あ今の SNS 世代SNS が言えないけどSNS 世代に、ま、時代にあのまた学生やりたいかってことね、あでもなんかさ、なんて言うんだろう、こう SNS はもう書きたい放題じゃない、うんうん、もういろんなことでも、ね、なんかなんだろう、いい面も悪い面もね、うん、ちょっとね、もろはの剣に近いよね、そうそう、その通りなんだよ、まあでもいろいろこう発信していくっていうものにはすごく便利なあのコンテンツだと思うけど、消せないもんね、そうなの、まあ、消してもなんかああだこうだよ、残っちゃうスクショとか、そう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 、うん、だからさ難しいよね、ネット社会ではね SNS っていうのもあるけど、もちろん、うん、そうなの、いいよね最近、そうそう、使いようによってはいいし、うん、そうだね、何事もね武器にはなるけれども、そうそうそう、逆を取ればね自分に返ってくることもあるってことだね、そうね、まあただ結構井戸端会議か何ワイドショー感すごいねでもさ、こうなかなかこう一人になって、うん、まあ一人暮らししてる人たちも、うん、まあ寮の子たちもいるだろうし、まあ、家族で一緒に過ごしてる、まあ、学生の子たちも、まあ、友達とバイバイって遊んだ後にバイバイして、うん、自分の部屋に戻った時とか、うん、やっぱこう世界にポツン感っていう風に思う子もいるじゃない、だからあの SNS 今ツイッターというものがあるおかげでなんか一人じゃないって思えたりはするよね、なんか家に帰ってもね、そうそうそう、まあフォローしてない人でもちょっと検索すれば自分と同じような風に思ってる子たちが何人か出てくるわけじゃない、だったらあ一緒同じ感覚を持ってる子いるんだなみたいな、そういうところはなんか学生に戻ったらすごいなんかリア充できんのかなみたいな、ね、いろんな遊び方は増えてるよ ね、 そうだね、アプリも俺たちの時なんかなかったよね、そうそう、あの本当にうちらの時代は本当にあの前ミクヨロみたいな前ミク障害文書いてるからね、そう前ミクヨロもう足跡踏んでってそう足跡踏んじゃって、あどうしようこの時間に足跡踏んだことバレちゃうみたいな、そうそうそう、なんかあったわ、確かに好きな子とかね、やばいよね、そう戦略プロフィールとやばい、ほんと新規絡みいらないそれこそマ
じまじ今ならかけるよね。いやすごいわ、懐かしい、やばい、全略それだもんね。全略わかんないでしょ、だって全略プロフィールわかんのかな。どうなんだろう、日記とか書いたりとかね。懐かしい、戦略プロフィールにあったね、あの自分たちでサイトを作るんだよね。そうそう、コミュニティとかね、そう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 、作って作って、そこにあの URL を貼って、ね、そこのサイトが飛ぶ先が友達一覧とか作るんだから、この子はなんか今こういうオナチューでみたいな、そう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 、すごく仲いいマブダチみたいなとかあったりとか、あと日記の欄とかあったりとか、もっと詳しいプロフィールみたいなトッピング先とかあったり、あれがうちらの全盛期というかね、盛り上がってた時期だから、あれやってなかったらちょっとねみたいなとこあったもん、確かにあったあった、うわ懐かしいね、全プロフィール懐かしいんだけど、今これ聞いてる方はあ懐かしいと思ってる方もいれば、え何それって思われる方もね、ちょっとググってみてって感じだね、ググってみて、うん、シリに聞いてみて。